それでは極め民法改正民法ですね極め改正民法総整理講座物件担保物件法を始めてまいりますお手元レジメ0201を開けてください物件については5コマ約2時間半ですべての箇所を網羅してまいりますですね まあ、全てと言いましても、も、えー、特に重要な点ですね、えー、品質箇所ですね。そこに重きを置いてまいります。えー、物件の種類でま心、あ、はね。皆さんご存知であろうと思います。えー、注釈の位置。まあ、たまにですけれども。専有権入合権留置権動産試権動産先売り権は登記まできない。 ですね、それから一番下欄外のところですね物件でなくても以下の権利は登記することができるというので、えー、配偶者居住権、えー、登記できますので、えー、ご注意ください債権なんですけどもできるとですねで、えー、あと隣は債権ですけどもここはもう飛ばしますねでは「0202」 物件の効力についてで、えー、真ん中2番の物件的請求権もしくは物上請求権の種類というので、えー、物件的妨害予防請求権赤文字ですねそれから物件的妨害排除請求権、えー、物件的返還請求権でこれに対応するかのように占有、えー、権にも占有、えー、保全占有保持占有回収というものが、えー、認められております。 でよく問われるのがこの3番の物件的請求権の効果ですね、えー、1番1物件的請求権というのはまあ所有権に基づく権利ですから請求権ですから消滅事項にかからない、えー、賃貸借契約終了後賃狩人が目的不動産を返還しないまま10年間が経過した場合、えー、所有権は賃貸借に基づくごめんなさい所有者はですね所有者は 賃貸借に基づく返還請求権は行使できないが、まあ、自己消滅していますので、10年でね、えー、所有権に基づく返還請求権は行使できるということになります。それからお隣ですね、えー、物件的請求権、これもやはり所有権に基づく権利ということで、登、え、記、ー、なくても当然に行使できるんだよというので、えー、24年、26年です、ね、近似でも聞いてきております。 括弧で B の譲渡担保権が実行されるまではって括弧閉じるってなってますけどもまあこれはあのまた譲渡担保権のところまで行って帰ってきていただいてもいいんですけれどもまあどういう内容か、えー、読み上げますと事故の所有する土地に債権者 B のため、えー、譲渡担保権を設定した者 A はだから A さんの所有の不動産に債権者 B が譲渡担保権を付けたっていうケースですね。 で、その土地を正当な権限なく占有する者 C、いわゆる不法占拠者 C ですね、に対して、登、え、記、ー、なくても土地の明け渡し請求ができるよと、所有者はその不法占拠者の C ですね、に出ていけということが言えると。で、債権者の B さんがもし上渡担保権を実行されてしまうと、えー、所有権の権限っていうものが B にまあ移ってしまう。じゃあ、実行されるまでは所有者 A のものですから、 当然 A は C に対して出ていけと言えるということです。それから丸三、物件的請求権は本権者以外のものも行使できる。つまり所有者の A さんのみならず、債権者代によって債権者も使える。それから担保権者も使える。これが二番。それから三番、対抗力ある賃借りにも OK。それから四番、不動産の共有者の A は、 その持ち分権に基づき共有不動産に対し加えられた妨害を排除することができるので不実の持ち分移転登記 B から、A、C への持ち分移転登記がされている場合ですねその不実の登記をした C に対して単独でその持ち分移転登記の抹消登記手続きが、まあ、できるというのが26年の問題で問われているんですよね。 で、ちょっと気になるなっていうのは、あれ、A さんは別に侵害されてないんじゃないのと。ですね。いわゆる、うん、相方の B さんの権利が、持ち分が、まあ、C に移ってるんだからあー、B さんしかできないんじゃないのってなんとなく思いたくもあるんですけれども、これは、えー、っとですね、ちょっと書き込みをしておきますと、0225。共有のところで、また、 あの、内容、同じような内容が出てきますので、またそこでも紹介していきますが、結論的には、相方の権利が侵害されてるっていうのは、やはり共有不動産っていうのは、その A、B ともに、こう、影響か、ありますので、だから、まあ、認めたということになります。では、ここはこれくらいにしまして、 0203に参ります、えー。物件的請求権の相手方、まあいわゆる侵害行為をされている人に対してっていうことなんですけれども、えー、一応このレジュメの中でいきますと、赤文字は侵害行為、青文字は相手方というふうに見ていただければと思います。例えば1番。 A が所有する高土地を深く掘り下げたため隣接する B 所有の落土地が崩れ落ちる危険が生じた場合 A が高土地を C に譲渡し所有権移転登記をした時には B は高土地の新所有者 C 青文字にしておりますのでこの人を相手にです、ね、お前が新しい所有者なんだろうけれどもいわゆるうんね、えー、うちの土地が崩れ落ちたこれをなんとかしてくれっていうふうにですねまあ請求することができるよう。 でえー、っと2番の「建物宗教土地分け渡し請求」っていうのがですね、えー、まあかなり細かく問われたことがあります。えー、絵を見ていただきまして A の土地に B が建物を建ててるまあ無断で建てたと。でそうすると A はまず B に対してです、ね、出ていけって言えます。じゃあ B が C に対してこの建物を譲渡した場合は え、B に対して言えるのじゃあ C に対して言えるのっていうことですよね。で、一応これまとめております。1番。建物の登記が未登記の場合はどうかえ。実際に建物を所有し土地を占拠している者に対して、えー、主張できる。2番。所有権が C に譲渡されたが、所有権移転登記がされていない。つまり、まだ建物の登記名義は B 名義のまま。 の場合は、とりあえず B に対して言える。で、この時に、えっ、ー、と、そうですね、近似の本試験ですけれども、なお B は事故の建物の所有権喪失を主張して、えー、建物の宗教土地を明け渡しの義務を免れることはできないと。もう C さんにもう渡してるんだから、ね、俺に言うなよと。C に言えよ。なんていうふうにですね、えー、は言えないっていうことですね。で、また、また。 建物を実際に所有しているのが C である場合には C に対してもです、ね、出ていけということは言える。3番建物の登記名義人は C であるが実際の所有者は B である場合つまり C さんの名義っていうのは、まあ、形式的なもの ?B から頼まれてねとりあえずお前の名義にしといてくれよ住んでるのは実は俺なんだけれどもっていうようなケース。 この場合には実際そこに住んでる B に対してすべきである。で、なおがき。当期名義人 C が建物の所有権を実質取得していない場合、今のような形式的なようなケースですね。不えー、この場合は C は不法選挙者には当たらないので、えー、建物宗教土地は明け渡しの義務はないよというのも同じえ昭和47年の判例で述べております。で、4番。 建物の登記名義人は B であるが C がこの建物を賃借、ね、してる場合当然登記名義は B で C はそこを借りてるだけですよねこの場合も B に対してです、ね、出ていけと建物を、ね、宗教して出ていけと言えるこの,この場合名お書き C は賃借り人であるため建物に対して処分権限がなく建物は宗教義務もありません そして、えー、隣のですね、物件的請求権の内容と費用負担というのが、えーまあ、過去2回、平成3年と平成18年と言われておりますが、これはもうとちょっと飛ばします。0204、四参ります、えー。物件の客体、一物一件主義の原則ですね。まあ当然あの、目的物で特定はしてないといけないよっていうので、まあ書いてますけれども、えー、大事なのは独立をしているというところですね。 で、えー、例外として一筆の土地,分土地の一部について物件を認めますが、まあ実務上分筆装置が必要。えー、っと、この絵を見ていただいて、高所有のこの土地がありますよと。で、えー、っと、右側の、まあ半分ではないんですけども、約 3, なん3分の1もしぐらいですかね。こう、破線で、てん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 ってあの区切ってますけれども、 え、それより右側っていうのをですね、例えば、乙が、え、事項取得したとか、それから、え、こうさんから、いや、いいよと、右側の、部分、楕円のマークがついているところ、そこを君に売ってあげるよっていうのは別に問題なくできることなんですね。ただ、実際に、ま、一筆の土地一部について、乙所有の物件を認める、所有権を認める、ただ、実際にこれ、 オツが、この部分っていうものを、これは私のものだよというふうに主張するためには、これは、あの、表示登記の分泌装置が必要になってきます。で、これと比較をするものとして、えー、一筆の土地の一部を省益地とする地域圏ですね。まあ、これはまた地域圏のところで申し上げますが、この土地のこの部分、例えば南側の50平米、 に対して地域権の設定を認めるこれはまた不動産登記でも出てきますけれども地域権の登記っていうのは範囲を指定して登記することができますので図面をつけたりとかしてだから認めるということになります。それからお隣単一であるということまあ通常は物件例えば ここに私の時計がありますけどもこれは私のものですとで私の所有権があります1個ですね1個ですねこれ全体1個が、えー、木村の所有権、ね、ただこういう工場財団といって土地とそれから、まあ、プレハブのような工場のこの建物であるそれから、えー、ここに機械がありますよとこれをまとめて一つの所有権として認めるということ これが工場財団の、ええー、まあ、妙味なとこですよね。で、なぜこういうものを認めるのか。これは、土地の価値がまず低い。それから工場の価値も低い。で,でも、中に入ってるこの機械っていうのが、まあ、例えば1億するようなものもあります。 で、例えば銀行からお金を、資金繰りが悪くなった、例えば中小企業の社長が銀行、お銀行に対して、ね、えー、融資を頼むときに、当然銀行としてみたら何か担保ありますかって、やっぱり当然聞いてきますよね。で、担保あるかって聞いてきたときに、あ、あの土地がありますよ。工場もありますよ。でも銀行さんが査定をしてみると、土地はもう山合いにあるような土地で、もう本当に一千万もしないと。 あの宅地、ね、都会の中にある宅地とかになってくるとで1平米あたり例えば100万とかねもう東京だったらもう200万なんてもうざらですよねでも地方の方で僕の出身なんかでもそうですけどももうね1平米円だから山あの土地に工場を建てても土地の値段が安いおまけに なんかバラックのような状態、えっ、ー、と、なんて言っていいんですかね。プレハブのような、そういう建物があって、もうい、もう一旦雨露しのげる程度。で、何十年も経ってたら、当然担保価値ないですよね。でも、その中に入ってる機械がね。雲マンとか、一億とか、するようなものってあるんですよね。だから。その。 土地と建物と機械をまとめて一つの所有権にして、それで担保価値を見出して、融資を行うと。っていうのが、この内容になります。あと、例外の2として、まあ、コンビニ経営とかを考えていただくといいと思うんですけれども、絵を見ていただくと、商人が、コンビニ経営をされていると。で、債権者からですね、500万のお金を引っ張りたい。 でもやっぱり、この建物も実は借りてるものだし、土地も借りてる。えー、私のものっていうのは唯一商品だけだよと。で商品って動産ですよね。だからそこに、う当ん、権をつけるっていうことはできない。よってそこで見出されたのが、えー、集合、動産、譲渡担保。これらの商品、コンビニ一店舗で、 最低でも500万ぐらいの品物はあると言われてますね。ちょっと大きなところに行くともう1000万軽く超えるんだそうです。商品の価値っていうのは。だから、その商品に対して、債、え、権、ー、者は、じゃあ、担保権をつけようと。いわゆる譲渡担保をつけよう。ただ、商品っていうのは、絵を見ていただいて分かりますように、常に日々入れ替わってますよね。だからこういうのでもどうなんだ。まあ、結論的には認めるんですよね。 こういうふうに商品が入れ替わりしててもです、ね、常に流動的であったとしてもです、ね、そのお店にある一定の価値の商品があればです、ね、まあ、認めてもいいであろうということになります。そして、0205、物件変動。 まあ物件変動の時期っていうのは契約の時に発生するのが原則ですけれども例外が1からままであります,すえ特に例外の位置これよく司法書士は取引の時に登記原因証明情報とかで記載をしていったりとかしますけれどもまあ民法は176条において意思主義っていうのを取ってますから売った買ったっていうの合意が成立すると所有権移転ですよね。 ただやっぱり、うん、医師だけではなくて、お金が、呪術があったとき、ね、そのときに所有権を、えー、移転させましょうっていう特約があれば、それによります。遺贈についてはなくなったとき、ね。ただ、不特定物について、遺、えー、言執行者が目的物を特定したときっていうさ、えー、これは東京高裁の判例です、ね。それから4番、建物とか造作の買い取れ請求権。これは借地借家法から。 で,す、ね、で意思表示をしてで形成権ですから、えー、到達をした時にですね効力は発生いたします他人物売買について5番ですね、えー、売り主が所有権限を取得した時というのが判例にあります時効については記算日に遡るそれから大仏弁済ですね所有権をですね お金を借りて返せなくなったけれども自分が持ってる例えば中古車をあなたにです、ねえー、譲渡しますからそれで借金をチャラにしてください大仏弁済ですね。じゃあ車の所有権の移転っていうのはいつなのっていうと大仏弁済のこの契約の時なんですよね。ただ気をつけていただきたいのはじゃあ借りたお金の借金がチャラになるのは実際いつなのっていうとこれは対抗要件を具備した時いわゆる用物性をとって。 あの整えた時ということになりますので不動産の場合であれば登記であったり引き渡し動作の場合は引き渡しになりますだちょっとタイムラグがありますねえそしてお隣ですけれどもあまり問われてないんですけれども公示の原則と更新の原則をちょっとまとめてみております3番の公示の原則それから4番の更新の原則 工事の原則。まあ、陶器などっていうのを考えていただくといいんですけども、公明義の不動産がありますよと。で、おが買いました。確かに、意思主義の下では、陶器なんか移さなくても、おつさんが所有者なんですよね。だから、おつが、へさんに対して、僕がこの土地を持ってますと。っていうふうに言った場合、当然、へさんっていうのは、 閲覧ををしますね法務局で登記記録とかを見るそうすると第三者兵が登記を閲覧したがオツの記載がないそれはオツの所有権はないんじゃないかと考えるだからオツさんが兵に対して所有権を主張したいと思うのであればやはり登記を備えなさいっていうのが工事の原則だ不動産の登記っていうのは、えー、任意なんですよね。表示の登記は強制ですけども 私たち司法書士が携わってるその権利のの記っていうのは任意なんでも多くの登記っていうのがされてるっていうのはやっぱり自分のものだっていうのを他人に対して主張しなければならない時があるからなんですね。特に不動産を担保にお金を借りる場合銀行などの金融機関っていうのは必ずこれ見ますよね。 不動産会社であろうが、銀行であろうが、まあ、個人でもそうですけども、必ずこの物件123番の土地であれば、123番の土地の記録を見て、あ、お詰め儀になってる。で、担保価値的には、まあ、あ2000万ぐらいありそうだな。だったら、じゃあ1000万貸しても、万が一の時は、まあ、競売かけてやれば、債権回収できるかな、なんて考えるわけですよね。では、更新の原則。 工事があればその物件変動が存在するであろうという積極的、積極的信頼の保護。これは A の土地をですね、B が偽造して登記簿を例えば書き換えたというのが、まあ今はちょっとできないと思いますけどね。なかなかまあコンピューターに入り込んで、えー、書き換えるっていうのはあるでしょうけども、一昔前であれば、法務局に備わってるその、 規模っていうのがっですねそっからまあ引っこ抜いてねバインダーでしたからで、あのー、書き換えたものをここに入れるなんていうのがね詐欺師の手口だったんですねだから土地の詐欺師のことを地面師なんて言いますけどももうそういう方が暗躍されてましたねでまあ B の名義になりましたとで C さんにそれをまあ転売する。 C はこの登記簿を閲覧して B のものとし、ものと信用し取引をした。つまり B の所有権が存在すると考えた。つまり公示、登記を信用する説のことなんですけれども、まあ不動産登記ではこれは更新の原則は罰がついてますね。あまりにもやはり重要な財産については更新の原則を認めないっていうのが、まあ日本のこの民法不動産登記の立場です。 では、えー、物件変動における登記の要否ということでここで大事なのはまず2番ですね、えー、私はあの簡単にちょっとマークしてますけど皆さんきれいにマークしていってくださいね法律行為の取り消し解除ですねまあ取り消し五とか解除五はもう177条いわゆる登記で決着をつける二重譲渡のような関係で処理していきます。 で取り消しもしくは会場前の第三者に対しては国交ですね条文の通りということになりますのでこれは民法総則とかをご覧になられた方はそこでもあの載せておりますけれども必ずこの図表っていうのはしっかりと記憶してくださいそしてお隣意思表示によらない物件変動と登記について 時効であるとか相続であるとか受け負い、権利、消滅という4パターンあの記載しております。時効については、えー、また先で詳しく見ていきましょう。相続についても大事なのは2番、えー。遺産分割で法定相続分を超える持ち分を取得した場合。これ、改正の条文ですね。899-2ですねあの。ピンクにしておりますのが改正の条文になります。 この場合、相続人の行は法定相続分は第三者に登記なくして対抗できる。が、法定相続分を超える部分、ここですね。は、登記がなければ対抗できないというふうに、一律の処理になるよう、民法は改正されております。相続放棄飛ばします。そして、3番の請負。 建物を建てた時に、その材料を提供した人が所有権を取得します。これが赤いラインの部分です。で,す、ね、でも、通常大工さんに頼んで建物を建ててもらう場合っていうのは、ね、自分が住むためですよね。注文者、あの、世襲なんて言いますけれども、の方のものですよね。じゃあ、注文者の方が、例えばカナダから、ね、ログハウスのような、こう、特殊な、特殊というか、 ね、木材を船で取り寄せして、あこの木で使って、えー、を使って家を建ててくれって言って、大工さんが建てました。建てたんだったら、それは注文者の方のものです。陶器なんかなくても、もう材料を提供したのが注文者ですから、その人のもの。でも、ほとんど多くの建物っていうのは、大工さん、工務店さんが用意しますよね。で、建てましたと。で、建てた時に、 とりあえずです。民法の原則でいくと、受け負い人である、その大工さんが、まあ持ってきた建物で建ててるんで、とりあえずその建物は大工さんのものになるんですけれども、大工さん別にそこに住もうと思ってす作ったわけじゃないですから、当然、注文者の人が、ですね、代金払って自分のものだっていうふうに主張するときに、登記が必要だよ。っていうのが、この、要素と、要の部分ですね。4番の権利消滅については、 えー、まず先に弁済から見ていきましょうか。1000万のお金借りて1000万の低等権がついた。で、その元金1000万プラスアルファ利息とか損害金全部払ったら、当然これは債権が消えますので、低等権も不自由性によって絶対的に消えます。だからこの場合は抹消登記なんかしなくても、低等権は消えたよっていうことは主張できるんですね、一応。 でも、登記記録には、依然、低等券1000万円付いたままなんですけれども、本当は良くないんですけどね。でも、債務を全額弁債しているので、これは抹消を主張できる。じゃあ、上の低等券の放棄とか解除の場合は、抹消登記がいるよ。これはまあ、こんなケースを考えてみてください。1000万のお金借りました。借りました。これ1000万円の束だとしましょうか。で、低等券付きました。 で、999万円返した。残り残額1万円とします。まあ、金融機関だったら絶対そのことありえないと思うんですけども、友人からお金を1000万借りて、999万円返した。まあ、ほとんどもう、関西に近い状態ですよねで。友人が言いました。あと残金1万円なんだけど、いいよ。もう、君の土地につけてる抵当権もう外してあげるよ。解除だとか、放棄だ。 っていうふううふに言われた場合あ,ありがとうでもこの場合には先ほどの債務全額が弁済されたケースではないですよね。債、ま、権、あ、者が温情で1万残ってるけどいいよもう定当権もうけね、あのー、放棄してあげるよっていうのはこれは不自由性ででは定等権は権消えないんですよねだから消えたというふうに所有者が主張したいのであれば抹消登器がいるよという意味です。 でこ,れはここからは次回の予告ということになりますが0207これは次回の講義でまた詳しく述べてまいりますが登記がなければ対抗できない第三者ということでまず見開き2ページで完結はしておりますがその中でも左側と右側で赤文字「下記の第三者」に対抗するには登記がいるよ。 下記の右側は、下記の第三者に対抗するには登記はいらないよと。っていうので、過去の本試験をデータベースにしながら、また横との参考、比較をしながらですね、見ていっていただければというふうに思います。では、講義を終わります。